り心を持って備えてまいりたいと思います。本日まず、私たちのこの礼拝の祝福のために祈っていきたいと思います。まず一つ目、プロジェクターの方に 出ました、この賛美とメッセージの祝福ですけれども、今日はペンテコステ礼拝です。ですので、本当にこの賛美の中に住まわれる主がお一人お一人に直接触れてくださり、賛美の中で一人一人触れられますように、お祈りしていきたいと思います。またメッセンジャーにおきましては、今日は優子先生がメッセージをされます。優子先生のうちに守りがありますように、油注ぎがありますように。また、私たち一人一人もですね、聞く側の油注ぎが与えられますように。また、今日天野先生は徳島の教会の方に行っておられます。今日と明日で4回のメッセージをされるそうなんですね。ですので天野先生の体調の守りと、また天野先生の使わされている教会においても同じ聖霊様が豊かに働かれますように。この礼拝の祝福、賛美、メッセージ、皆さんで覚えてまとめてお祈りしていきましょう。愛する天の神様、感謝します。神様、今日はペンテコステ礼拝です。神様、私たちの教会、本当に聖霊様を豊かに求め、そして何よりも聖霊様が直接一人一人に触れてくださるためにも、まず賛美から始めていきます。神様、どうぞこの賛美の中に住まわれる主を、あなたご自身が何よりも本当に一人一人に直接その賛美を、私たちが捧げるときに、その捧げ物としてのペンテコステ読んでください。ペンテコステ聖霊様が触れてくださり、主よ、どうぞあなたが今この賛美を祝福してください。またメッセンジャーである神様、あと優子先生立てられていますけれども、主よ、どうぞあなたが優子先生の上にも格別な油注ぎで大胆に語ることができますように、またお一人お一人の上にも直接触れてくださり、そして一人一人がその聖霊様によってその御言葉がはっきりと分かることができますように、どうぞメッセージの時を祝福してください。また天野先生、徳島に使わされています。神様、どうぞ天野先生の上にも、またその教会の上にも同じ聖霊様が働いてくださり、本当に主の祝福が豊かにありますように、イエス様にお名前を通して信じてお祈りいたします。アメン、アメン。もう一つお祈りしていきたいと思います。もう一つは聖霊様を求めるということです。今日はですね、最後の方に、ペンテコステですので、聖霊を求めるお祈りをしていきます。聖霊様を求め、そして、私たちのうちに異言が与えられる人もいると思いますけれども、本当にその中で来たくっても今日来れなかったっていう方々、病の中に伏しておられる方々もおられます。本当にそのような方々のところにおいても、またライブ配信で見ておられる方々の上にも同じ聖霊様が働いてくださり、そして癒しをなしてくださり、そしてお一人お一人が聖霊の炎を力受けて帰ることができますように、皆さんで求めてお祈りしてまいりましょう。改めましておはようございます。
まず礼拝に先立ちまして、皆様で主の祈りをお祈りしてまいりたいと思います。こちらにもあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン、アーメン。それでは皆様お立ち上がりになりまして、共に賛美をしていきたいと思います。感謝します。今週私たち山梨の臨在を認め歓迎して共に賛美捧げていきましょう。挨拶をしていきましょう。Thank you.
Thank you.
人一人に力を注ごうと待っておられることを心から感謝します。主よ、私たちの心を開かせてください。私たちが本当に主のためにただへりくだり小さなものとなって、あなたの力であふれるものとなることができるように。私たちは何のために聖霊を求めているのでしょうか。私たちは何のために主に満たされようと願っているのでしょうか。それはこの地に主あなたの福音が述べ伝えられて、あなたの救いが広がり、リバイバルが起こるためです。私たちはそのために用いてください。私の思いも作り変えてください。私はただ主あなたの力だけで満たしてくださいますように。私たちは求めます。主を求めます。求めるものに必ず応えてくださる主が今日このところにいてくださることを心から感謝します。主の臨在を認め歓迎します。私たちを満たしてください。ただただあなたに上がきます。この礼拝を心から感謝します。このところ主はあなたの御手で収めてくださいます。全てを明け渡し、全てを感謝し、愛する主の皆によってお祈りします。アーメン。主にもう一度感謝の拍手を送っていきましょう。ください。子どもチャペルファーストフルーツのお友達は、移動の方よろしくお願いします。それでは司会者に変わります。はい、本日はペンテコーツテ礼拝ですので、まず先に報告の時とさせていただきまして、その後メッセージ、そしたら、その後はですね、聖霊様を求めて、祈ることになりますけれども、その時にはですね、配信の方はメッセージまでとさせていただきます。そこからが配信が一度切られ、そして切り替わり、メンバー限定となりますので、ご了承いただけたらと思います。それではインフォメーション、お手元に集報の方ございますでしょうか。東京会には、この集報以外にも3箇所にこの QR コードが貼ってございますので、こちらも合わせて、ご利用ください。また、本日、この最終日ということでアセンブリーの50日祈祷ですね、こちら今日ぜひですね、お持ち帰りになりまして、皆様も祈りに加えていただけたらと思います。そしてまた来週ですけれども、来週は特別礼拝になりますけれども、スペシャルゲスト、ナオミダーディ先生が来てくださいます。10時30分から1時までの1回しか来週はありません。来週は合同になります。1部と2部が合同になります。ぜひぜひお間違いのないようにお願いいたします。また1部礼拝と2部礼拝終わりましたら、今度は英語礼拝の方でも直美先生がメッセージしてくださいます。通訳が日本語ありますので、そちらにも、合わせて来られます、参加できます方はよろしくお願いいたします。そしてその他、WRC 祈祷会水曜日、この後また優子先生が祈祷会でもメッセージされます。こちらもですね、熱く皆様で植え替えて祈っていきたいと思います。そしてウィークリースケジュール、こちらもですね、週報の方に載ってございますので、皆様ぜひ目を通していただき、お間違いのないようによろしくお願いいたします。そして賛美礼拝等の学びということで、6月からいよいよスタートします。こちらの方もですね、ぜひ期待して、今からでも遅くはないんでしょうかね。あ、まだ大丈夫ですって。は、今日からでもですね、ぜひ期待していきたいと思います。はい、そして来週じゃなくて、夏季献金とサマーギフトの献金の袋が、封筒が用意されております。支所箱のある方にはそちらに、またない方は受付の方にもございますので、合わせてこの封筒をご利用くださいませ。そして、自宅での礼拝をされている方々も、忠実な献金を感謝いたします。こちらの封筒もご利用ください。そして祈祷課題としまして、週報の方にも載っておりますけれども、ぜひ緊急な課題がありましたら、スタッフにもお声かけいただき、またこちらも合わせて共に乗っていけたらと思います。そして、最新情報などもホームページに載っておりますけれども、特にウクライナ戦争、引き続きお祈りいただきまして、ホームページの方も、見られる方、ぜひこちらの方もチェックしていただけたらと思います。インフォメーションは以上になります。それではメッセージの前に先立ちまして、先にですね、主に期待をしてですね、主に感謝しつつ献金の時とさせていただきたいと思います。ご奉仕のお方、前の方にお越しくださり、皆様も祈り心一つ合わせていただけたらと思います。お願いします。お祈りいたします。ハレルヤ、天の父様、皆を賛美します。今日はあなたの
ペンテコステとしての本当に私たちが聖霊を豊かに受け取るその恵みの日であることを心からありがとうございます。私たちはあなたの御前に今植え替わき、あなたを求め心を一つにしてこの会場に集まっています。またインターネットを通して私たちに主にあるき姉妹兄弟たちも心を一つにしています。主はその集まったところの祈りの中に激しくダイナマイトのようなディノメスの力を与えてくださった神様ですから、今日私たちもこの場にあなたが激しく大胆に喜びの霊、そしてあなたを本当に求める心が注がれると信じて感謝いたします。どうぞ 神様、私たちは本当に自分自身を作り変える、内なる人が本当に変わりたいと願っていますから、どうぞその内なる力を変える聖霊様の力によって私たちを正しくそして清めて導いてください。どうかその中にあってあなたは私たちが本当にあなたが喜ぶ器となっていくと感謝します。ハレルヤ、主を皆をあがめます。今日徳島で応募されている天野先生の体調の上に、また徳島の地であなたを求めている多くの人々の上に主の霊が激しく私たちの上に下るように、日本に下るように、世界に下るように、その地にも恵みの雨として大胆に注いでくださいますことをお願いいたします。植え替わき求めるものには主は期待通りに注いでくださる方ですから、私たちが植え替わき本当に主に叫び求めてこれからこの御言葉を受け取ることができるように、耳も心も全てをあなたに委ね解放してこれからの時間を期待することができますように祝福してください。これから皆さんと共にあなたの前に先取りの献金を捧げます。主が全て良いことをしてくださり、全て備えてくださることを期待し、皆様の祈りと合わせて感謝してイエス様皆によって祈ります。アーメン。るのは東京会の教師であります村田優子先生です。神様に期待して拍手で歓迎してお迎えしてまいりましょう。改めまして皆さん、おはようございます。おはようございます。今日私たちはずっとずっと祈り備えてきたペンテコステ礼拝です。大いなる神様に期待していますか？アーメン。今日私たちの神様、生きて働いてくださって、
私たち一人一人に触れてくださって、私たちのもう理解を超えた、思いを超えた素晴らしいことをしてくださることを信じます。アーメン、アーメン。全世界でね、教会においてペンテコステお祝いされています。どうぞお近くの方々にハッピーペンテコステって挨拶しやっていきましょう。ハッピーペンテコステ、ハッピーペンテコステ、アーメン、アーメン。イエス様が昇天された時に、残された弟子たちは約束の御霊を熱心に求めて祈っていました。前の方のスライドご覧ください。一緒に読みましょうか。2章の1節、せーの。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていった。アーメン。そうです、五旬節の日にこのように愛する兄弟姉妹一人一人集まって約束の御霊を求めて祈っていました。この五旬節っていう言葉、よく聞く言葉です。ギリシャ語でペンテコステ、五旬を意味する言葉ですけども、このペンテコステは小麦の収穫祭でもありました。収穫祭です。イエス様は私たちに、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっているではないか、アメン、刈り入れるばかりになっているではないかと言われた。この日、その収穫祭に聖霊様が注がれていったんです。一緒に2章の2から4節読みましょう。せーの。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされて、聖霊が御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アーメン。約束の御霊を求めていたら、そこに聖霊様が注がれた。一人一人が聖霊に満たされていったんです。アーメン。そして満たされて聖霊様が満ち溢れて一人一人を通して流れ出ていった。そして異言で語り始めていったんです。思いを超えたことがなされていった。こうして生まれたものがあります。この地上に初めて誕生したもの、それが教会なんです。教会が誕生したんです。聖霊が望まれた時にペテロは力を受けました。この時に集まってきた人たちにイエス様のことを述べ伝えて、多くの人たちがイエス様のことを信じた。3000人の人たちがイエス様のことを信じた。こうして教会が誕生していきました。41、42節一緒に読みましょう。せーの。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。アーメン。教会の中にあったものの一つとして交わりがあります。この交わりっていう言葉、ギリシャ語でコイノニア。このコイノニアっていう言葉のまず第一に意味するのは主との交わりです。アーメン。主との愛の交わり、そしてその次に兄弟姉妹たちとの愛の交わりなんです。つまり神様との交わりありき、それが教会なんです。教会の土台はまず神様との愛の交わり、その土台の上に愛の共同体が立ち上がっていったんです。愛の共同体です。ペンテコステの日に聖霊様が注がれた。その聖霊様とはまさしく愛の炎、愛の炎だったんです。アーメン。今日はこのペンテコステ愛の炎というタイトルで御言葉を分かち合っていきたいと思います。まず神様との愛、これが何よりも大切です。だって主はブドウの木です。私たちは枝ですよね。アーメン。枝が木にとどまらなかったらどうですか。実を結ぶことができない、何もすることができない。だからイエス様、私たちに何度も言われたんです。私にとどまりなさい。アーメン。私にとどまりなさい。私の愛に結びつきなさい。神様は私たちを
親しいその交わりの中に、主との個人的な関係の中に招いてくださっている。そしてペンテコステ、愛の炎の中でまず第一です。第一、主に対する愛が注がれていったんです。愛する兄弟姉妹、ペンテコステのこの日、私はますます愛の炎で心燃やされて神様を愛していきたいと思いませんか。神様に対する熱情、神様に対する情熱を私たちは改めて燃え上がらせていきたいって思いませんか。アーメン。一言になります。愛する神様、今日ペンテコステ、世界中の諸教会で主の皆が崇められ、ペンテコステがお祝いされています。この教会もです。また天野先生、徳島聖会に使わされていますが、全ての場所において、この場所において天の窓を開き、素晴らしい主の臨在を注いでください。神の言葉は生きていて、両刃の剣よりも鋭いです。神の言葉は真理です。そして真理は我らを自由にします。どうぞ私たちの中に非聖書的な思いがあったら、まとわりつくネガティブがあったら、イエスの皆によって解放してくださって、さらに自由を与えて、癒しを与えて、あなたの大いなる祝福がこの礼拝に満ち溢れますように、生きて働かれる聖霊様、歓迎します。どうぞ全てを教えて導くと言われた神様が、我らに悟りを導かせ、そして教会がさらに立ち上がっていくことができますように、信じて皆によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。アーメン。感謝します。ペンテコステ、素晴らしい主の愛が注がれたこの時に、バベルの塔と全く逆のことが行われていったんです。第一のポイント、主への愛ですけども、創世記の11章の1節から9節にバベルの塔の出来事が書かれています。皆さんよくご存知の通りだと思います。ノアの箱舟以降、人間の文明がちょっとずつ発展していくんですけども、そんな中で人々はレンガとアスファルトを発明していきます。この発明、誰によるものか。主によるものですよね。主が悟りを得させてくれましたよね。主により発見でした。ところが人間は神様に感謝して栄光を期すことをしなかった。自分たちすごくね、自分たち最高じゃないって、その心が高ぶったんです。そしてこのように言った。赤い文字一緒に読みましょうか。せーの。さあ我々は町を建て、頂が天に届く方を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。そう、彼らは主の名ではない、自分たちの名を掲げようじゃないか、自分たちの凄さをもっと広めようじゃないかって、その心が高ぶっていったんです。それだけじゃありません。神様は人間を祝福したとき、埋めよ、増えよ、地に満ちよ。私たちの神様、祝福の神ですよね。アーメンですか。アーメン。その祝福を持って全地に満ち溢れなさいって命じられた。ところが人間は何て言ったか。我々が全地に散らされるといけないから、神様に反抗していった。神様に歯向かっていったんです。このような私たちの内からもたげる高ぶり、神に対する反抗心、反逆心、自己中心、これこそがバベルだったんです。バベルの塔です。このままじゃ人間大変なことになっちゃう。神様、人間祝福したい、でもバベルの塔によってそれ崩されていく。だから神様は人間の言葉を通じないようにして、そして人々は散らされていったわけですけども、ペンテコステの日にこのバベルの塔での出来事と全く反対のことが起こされていったんです。聖霊様が弟子たちのうちに注がれていった時に、多くの人たちが集まってきました。これ一体何事ぞ、なんか騒がしいぞ。で、御霊に酔っ払っている弟子たち見て、甘いぶどう酒に酔ってんのかな、一体どうしたことかなって思ったけど、この時にペテロは大胆に立ち上がったんですよね。皆さん聞いてくださいって。そして彼は自分の名を掲げたんではないんです。主の皆を掲げたんです。アーメン。イエスの皆掲げてイエス様について語っていったじゃないですか。イエス様こそ
神の子供、救い主です。アーメン。そして人間の罪がイエス様を十字架につけてしまった。でもイエス様は死んで終わりではない、よみがえられた、今も生きているお方なんだ。アーメン。ペテロは大胆にイエス様を述べ伝えていったんです。思い起こしてください。ペテロはイエス様が十字架にかけられる前に大きな失敗をしています。愛するイエス様、イエス様のためだったら死だって覚悟できるって思っていたのに、でも実際はイエスなんて知らないって3回裏切っちゃったんですよ。そしてイエス様が十字架で死なれた後も、彼は自分がキリストの弟子だってことで殺されるかも、自分も十字架に貼り付けられたらどうしよう、怖くて怖くて他の弟子たちと一緒に一つの家に閉じこもって鍵閉めて、そんな状態でした。でもそんな失敗して臆病にとらわれていたペテロだったんだけども、聖霊の力を受けたこの時に大胆に立ち上がっていきました。主のために、愛する主のために福音を述べ伝えていったんです。ペテロの心、主に対する愛の上手で燃えていたんです。その炎のよって福音語って、じゃあ福音を聞いた人たちはどうだったでしょうか。聖霊様働いてくださって彼らの心は刺されたんです。御言葉によって刺されたんです。主の臨在の中で刺されたんです。自分たちどうしたらいいのか。でこの時彼らへり下って悔い改めていった。そしてイエス様のことを主と告白して信じていったんです。そうです、愛の炎、彼らのうちにも注がれていったんです。神に対する熱情、彼らのうちにも注がれていったんです。愛する兄弟姉妹、全く愛は恐れを締め出します。アーメン。全く愛は恐れを締め出す。アーメン。だからこそあの兄弟姉妹、初代教会の兄弟姉妹人たちは迫害を恐れなかったんです。アーメン。全く愛によって彼らは歩んでいました。主への愛、また主との関係を弱めるものって何でしょうか。いろいろあると思いますけども、まあ、このように挙げてみました。あのバベルの塔の時代のように私たちのうちにも高ぶりや反抗心がもたげてくること、罪にとらわれそうになることがある、いろいろな世の中の誘惑がある、神様の祝福大好き、でも世の中も楽しそうだなというような誘惑によって神様との関係は弱まっていく。またいろんな人間関係の中で傷つくことだってあります。痛みを負う時だってあります。また皆さん信仰生活の中で試練を味わう時ありますよね。祈ってもなかなか道開かれない、祈ってもなかなか祈りが聞かれない、なんでこんな理不尽な目に遭うんだろう、なんでこの状況は相変わらず変わらないんだろうって、そんな時に私たちの中に失望、落胆が生まれてくる時もあるでしょう。また日常の生活の中で私たちは忙しい時があります。その忙しさの中でいつの間にかもう疲れてしまって、そして神様に対して礼拝に対してもうやらなくちゃやらなくちゃダメだからってなんか義務感になってしまうことってないでしょうかね。それぞれ弱さを覚える時ってあると思います。でも皆さん、だからこそ私たちには聖霊様が必要だって思いませんか。アーメン。アーメン。あるね、ちっちゃいお友達は、うん、人間だから仕方がないって言ってました。これまあ一理そうなんですけども、人間だから弱さある、でも人間だから仕方がないではありませんね。私たちは約束の御霊を受け取るものです。この聖霊様はいつも一緒にいて助けてくださるお方です。アーメン。ですから私たちあらゆる弱さを覚える時があります。でも弱さを覚える時、皆さんどうされていますか。あ、ダメだなって自分に罰つけますか、それともその状況に甘んじますか、諦めますか、見て見ぬふりしますか、現実逃避しますか。いや違います。私たちは求めなさい、求めなさい、そうすれば与えられるって言われました。アーメン。求め続けていきましょう。アーメン。聖霊様求め続けていきましょう。この方は愛の炎です。
この聖霊様が私たちのうちに望まれるとき、神様に対する熱情、神様との関係、回復されていきます。取り戻されていきます。アーメン。皆さん、神様は皆さん一人一人と個人的な交わりを持ちたいと思っている。アーメン。あなたと神様です。あなたと神様です。アーメン。今皆さん一人一人、神様との関係いかがでしょうか。いろんな中でちょっと弱っちゃった、なんか情熱が薄れてきちゃったって方いらっしゃったら、ぜひ聖霊様求めていきましょう。また燃えているっていう方、ますます愛の炎で燃やされていきましょう。アーメン。私たちは主を愛します。主を愛します。アーメン。告白しましょう。主を愛します。せーの。主を愛します。アーメン。アーメン。私たちは愛します。アーメン。そして2番目ですけども、2番目は自分への愛であります。先ほどペテロが大きな失敗を犯してしまった話をしましたが、その後よみがえったイエス様、優しいんですよ。ペテロのもとに現れてくれたんです。そしてペテロのことじっと見つめてこう聞いた。あなたは私を愛しますか。あなたは私を愛しますか。3度失敗してしまったペテロにイエス様3度尋ねて、ペテロに3回主を愛します、愛します、告白をする機会を与えてくれたんです。アーメン。愛が土台だからね。そしてこの愛のうちにイエス様はペテロに与えられている使命について語られたんです。そしてペテロは、イエス様はただペテロだけをまっすぐに見つめてこう言われたんです。書きかっこ読んでみましょう。せーの。私に従いなさい。アーメン。生き返ったイエス様ペテロのもとに訪れて、そのフォーカスはペテロただまっすぐに見つめて、あなたは私に従いなさい。アーメン。イエス様言われた。ではこの言葉に対してペテロはどうしたでしょうか。ペテロが言った言葉、続いて20から21読みたいと思います。せーの。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後について来るのを見た。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。そう、このイエスが愛された弟子とはヨハネのことです、ね、この時イエス様のフォーカスってペテロですよね。ペテロ見つめてるんですよ。じゃあペテロのフォーカスどこ。ペテロイエス様だったんですけど、いつの間にか、ね、ヨハネ見ちゃってるんですよね。そしてこの人どうって、ヨハネどうって、ヨハネと自分を比較したんですよ。人との比較、これは人間の古い性質なんです。私たちどうしても誰かと見比べやすいんです。そして誰かと見比べちゃって、あの人よりマシかな、ちょっと失礼な話だけど、ちょっとこの人よりマシかなって安心感を得たり、時として相手のことをちょっぴり見下してしまったり、また他の人を見つめて、あ、自分はあんなにできないな、あ、自分こんなにできないな、情けないなって思って、なんか焦ってしまったり、なんか自分ダメだなって思っちゃうことないでしょうか。人との比較、ペテロも自分とヨハネを見比べたんです。そしてイエス様に、この人どうですか、ヨハネはどうですかって聞いたんです。でもこの時イエス様言ったんです。それはあなたに関係ない。そうです、あなたに関係ない。なぜ、ヨハネはヨハネ、ペテロはペテロ。アーメン。ヨハネはヨハネで、ペテロはペテロ。アーメン。皆さんは皆さん、あなたはあなた、私は私なんです。アーメン。これは金子みすずさんのものすごい有名な詩です。これ聖書の言葉じゃないんですけども、とっても分かりやすい詩なので、皆さんで一緒に読んでいきたいなって思います。せーの。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体を揺すっても
綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんの歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいね。これアメンって言いたくなっちゃいますよね。これみんな違ってみんないい、この歌詞すごく有名ですよね。これ本当に聖書的だなって思うんです。だってローマの4章、12の4から8にこうあるじゃないですか。一緒に読みましょう。せーの。一つの体には多くの器官があって、全ての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。アーメン、アーメン。主は言われました。私たちはキリストの体です。アーメン。そして一人一人が各器官なんです。目の働きする人もいるし、口の働きする人もいる、耳の働きする人もいるし、手、足、それぞれの働きがある。つまりみんな違うってこと。でもみんな違うんだけども、どれも大切です。アーメン。どれも大切な大切な器官なんですよね。アーメン。ですから初代教会見ていくならば、例えば使徒たちというのは御言葉と祈りに専念していきましたよね。また羊たちというのは教会のお世話役、教会のまとめ役をしていきます。で、兄弟姉妹たちは忠実にリーダーたちに従って教会を立て上げていき、それぞれ自分たちのコミュニティ、自分たちの地域で主の栄光を表しているんです。例えばドルカス、彼は裁縫が、彼女は裁縫得意でしたからね。その自分の与えられている賜物を持って地域の人たちに施しをしていきました。まあ、このようにそれぞれが役割は違うんです。働きも違う。だけど一人一人が主の栄光を表していたじゃないですか。アーメン。そうです。みんな違う。でもみんないいんです。みんな素晴らしいんです。また主は言われました。あなた方は神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。アーメン。そうです。私たち神の作品です。神様失敗しますか？神様失敗しないんで。神様は私たちを最高傑作として作ってくださった。自分で自分をどう思うと関係ない、人からどう言われようと関係ない。作り主なる神様が私たちを最高傑作として作ってくださったんです。アーメン。ですからあなた素晴らしい、あなたも素晴らしい、あなたも素晴らしい、でも私も素晴らしい。アーメン。私も素晴らしいんです。どうぞ近くの方に、あなたも素晴らしい、でも私も素晴らしいと言っていきましょう。せーの、はい、あなた素晴らしい、あなた素晴らしい、でも私も素晴らしい。そう、私も素晴らしいんです。アーメン。愛する兄弟姉妹、私たちはキリストの体であって各器官です。アーメン。各器官です。そして最高傑作です。アーメン。ですから私たちは自分という存在を受け入れて、自分という存在を感謝していきたいと思いませんか？主が私を作られた、主に私を感謝しますってね、受け入れていきたいと思います。またイエス様は私たちに2つのとっても大切な教えをしてくれたんです。その一つは、まず第一の戒めは神を愛するっていう戒めですよね。そして2つ目ですけども、39節ですね。39節読みましょうか。せーの。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。アメン。そうです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよって、これつまり逆の言い方するのならば、自分を愛せない人、自分を許せない人は隣人を愛すことができないんです。許すことできないんです。なぜ？自分ダメだな、自分のここが本当足りないって自分で自分を鞭打つ。その鞭で相手のことも鞭打っていくんです。だから主は言われたんです。自分を愛するように隣人を愛していきなさいって。
自分のことを責めがちな方おられますか？また在籍感に苦しんでいる方いますか？自分ダメだなって思う方いますか？イエス様の十字架の贖いは完全です。完全です。私たちが自分の罪を言い表すのならば、主はその罪を許してくださる。アーメン。これこそ神に対する私たちの確信です。アーメン。私たちの罪が火よりも赤くとも、主は私たちを雪よりも白いものへと変えてくださいます。アーメン。ですから私たちはイエス様の血をゆえに、その許しを受け取って自分を許していきましょう。自分を愛していきましょう。アーメン。私たちは主の目に高価で尊いと言われた神様の大切な作品なんです。ですから神様の、神の愛によって自分を愛していく。ペンテコステ、自分を愛する愛が注がれていった。アーメン。そして3つ目です。3つ目は人々、とりわけ教会に対する愛であります。イエス様の弟子たちを思い起こしてください。彼らいつもですね、競い合ってるんです。イエス様がもう捕まる直前まで自分たちの中で誰が一番偉いんだって言って競い合ってるんですね。争い合ってるんです。また弟子たちって一人一人見ると個性っていうかね、癖強いんですよね。例えば、ヨハネ、彼のあだ名知ってますか？ボアネルゲ、雷の子。それぐらい短気、怒りっぽかったんですね。またトマス、彼は仲間たちがイエス様よみがえったのに会ったよって仲間たちが言ってんのに、いや自分信じないよって頑固ですよね。一緒にいる仲間たち言ってんのに絶対信じないねって生きちゃうような人ですよね。またペテロ、素直です、まっすぐです。なんだけどおっちょこちょいなんですよね。まあ、このようにね、一人一人個性強って、癖強って、そんな彼らがいつも行動を共にして一緒に歩んでるわけですからね。その人間関係たる、いや大変だったんじゃないかなって思います。私新学生の時の写真なんです。わかりますか？この男性のお二方は今岡山に捕まされた方々なんですね。で、美和先生でしょ。で、私はね、若かりし頃デキライマリアをやってたんですね。その時の写真ですけども、またこれはね、ある日の日曜学校の写真ですね。これもみんな若って感じですね。もうアイドルレスラーって感じですよね。そしてこれ分かりますか？水色着てるのティックン先生です。ティックン先生ですね。娘ちゃんと同じ顔してるんだなと思いますね。すごい個性強かったんですよ。だからですね、違いすぎちゃって理解できなくってね、喧嘩ばっかりしてたんですね。だから私以外ですね、皆さんお料理上手なんです。で、お料理のこだわりも強いんでね、キャラバンに行った時なんかはイカのさばき方で大喧嘩ですよ。そんなのイカ食べれりゃいいじゃんって。私魚介類大好きですからね、食べれれば何でもいいと思うんですけども、こうやって切るんだよとか、こうやってカットするなとかって大喧嘩ですね。油、ごま油の量多すぎだから、これが美味しくなるんだってね、大喧嘩ですよ。で、子供たちのために作った新聞玉ボールってあるんで、新聞玉当たっても痛くないようにね。で、子供たちのために新聞玉いっぱい作った、その新聞玉で本気で投げ合って喧嘩しましたからね。はぁーとかって、もうしょっちゅう喧嘩していて、だから天野先生言っていた言葉が、お願いだから仲良くしてよってよく言っていました。さあ、先ほどバベルのお話しましたけども、バベルって混乱っていう意味なんですね。で、もともと全地は一つの言葉だったんです。でも人間の高ぶり、反抗心によって神様は互いに言葉通じないようにされましたよね。コミュニケーション難しくなっていったんです。で、イエス様もこう語られたんですよ。一緒に読んでみましょうか。せーの。イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。アーメン。つまずきが起こるのは避けられないって、私たちを取り巻く人間関係っていっぱいじゃないですか。親子の関係、兄弟間の関係、
ご近所さん、お友達、学校、職場、地域、もういろいろな人間関係の中に生かされてるんですけども、その人間関係の中で誰もが傷ついたことあると思います。自分自身もやらかしちゃっていうことあるでしょ。つまずきって避けられないって言われている通りなんですよ。気づいたことない人っていないんですよね。でもこのつまずきっていう言葉、ぜひ注目してください。これ言語で見るのならば、餌のついた罠という意味だそうです。餌のついた罠、つまりこれはつまずきは私たちを束縛するための悪魔の道具であるっていうこと。私たちは人間関係でぶつかるときあります、傷つくときあります。怒り、また苦さ、裁きが私たちのうちにもたげ上がってくる。その時、私たちは自分のその心を放っておいちゃいけない。傷ついている心、怒っている心、裁いている心を放っておいてはいけないんですね。今日はそのことはそんなに詳しくしませんけども、まとめるなら、私たちが怒りとか痛みを拾い上げて、それ心の中で、まあ、養い育てるなら、つまり持ち続けるならどうなる。否定的な思いに縛られていきます。ですから発言もネガティブになっていくんです。批判的になっていきます。また争いや分裂、また人間関係に亀裂が生じてしまう。また信仰も、人間関係のつまずきによって信仰だって後退していく、弱まってしまうんですね。そして良いものが発揮できない、これがもっともったいないんです。私たちは神様の最高傑作ですよね。アーメン。主は良いものを備えてくれている。そして主は大きい光を放てって一人一人用いることを願っているのに、私たちの中に怒り、苦さがあると、それに縛られて主にあって良いもの与えられているのに、それが発揮することができないんです。もったいない。私たちは主によって救われて、主の栄光を表すもの、賛美するもの、喜ぶもの、感謝するもの、愛するものに変えられたんです。アーメン、アーメン、アーメン。なんだけどもったいないんですね。でも皆さん、ペンテコステの日にあのバベルの塔の出来事と全く逆のことが起こったんです。そうです、ペンテコステの日に愛の共同体が立ち上がりました。アーメン。愛の共同体が立ち上がった、それこそが教会なんです。では初代教会って完璧な教会でしたか？初代教会って問題ありませんでしたか？いや違うんですよ。初代教会だって完璧じゃない、問題はあったんです。言い争いもあったんです。意見が合わない時もあったんです。でも彼らは常に御霊を求め続けました。アーメン。聖霊様求め続けていったんです。そして聖霊様に満たされて、聖霊様に導かれ続けていった。そして御霊によって前進していったんです。アーメン。だからこそ彼らの心は主によって一つにされていったんです。これ人の働き見るなら、心を一つにして、心を一つにして、心を一つ心になってっていう言葉がたくさん出てくるんですけども、そうです、問題がなかったわけじゃないんです。つまずきだってあった、避けられない。でもそれでも御霊によって一つになっていったんです。先ほど、新学生時代の時よく喧嘩していたっていう話しましたけども、喧嘩して帰った日にやっぱり頭の中で今日の日の出来事を思い出すんです。あんなこと言われた、あんなことされた、新聞玉投げられたとかいろいろ思い起こすんですよね。でその時にそんな思い捨てればいいんだけど、リピートするんですよね。ね、あの主の御言葉反数すればいいのにマイナス反数しちゃうんですよね。リピートさせる、あんなことされた、こんなことされたってまたリピートしちゃうんです。でそのたんびに、あの時あ言い返せばよかったなって、あの時にああやってギャフーンって言わせればよかった、なんであの時は言わなかったかなって、今度言ったら絶対言い返してやるのにとか思っちゃうんですよね。でもその心をもう余すことなく神様に持っていくと、神に注ぎ出すと、あんなことされた、こんなことされたってね、リピートを思い起こしながら、そしてこんなことを私言い返したかったんですとか、全部全部注ぎ切るときに、不思議ですね、相手が今まで自分に良くしてくれたことがなんか走馬灯のように思い出されてくるんですよ。
なんかアップルパイ作ってくれたな。しかもハート型のアップルパイだったんだよな。よく私食べるの大好きなのでご飯作ってくれたなって、ご飯届けてくれたなって、そういうご飯系なんです。なんかお弁当も作ってくれたなっておにぎり作ってくれたなとか、いろんな良いこと、ご飯作ってくれたことね、思い起こして、胃袋つかまれて思い起こしていくんですよね。でそんな時に、あ、仲直りしたいなって、またご飯作ってほしいからじゃないですか。また仲直りしたいなって思う時に、もう心から許せたし、反対に、あ、自分も生意気だったな、自分も言い過ぎちゃったな、悪かったなっていうことを思い起こすことできたんですね。聖霊様は愛の炎です。アーメン。神様はキリストの体なる教会を愛すことを願っているし、その愛する愛をも与えてくださるお方です。アーメン。私たちは主によって救われたもの。皆さん教会愛して教会立て上げていきませんか。立て上げていきましょうよ。そのためにもぜひ今日聖霊様さらに求めていきたいと思います。アーメン。そして4つ目です。4つ目は失われた人への愛であります。人の働き一章八節、有名なお言葉一緒に読みましょう。せーの。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。アーメン。そうです、聖霊様が注がれたときに力を受けた人たち、兄弟姉妹たちはキリストの証人として福音を述べ伝えていったんです。アーメン。ペテロとヨハネは美しの門で足の不自由な男の人の足を癒した。この時たくさんの人集まってきたので、イエス様のことを伝えたら男だけで5000人救われた。だけどもそのことでペテロとヨハネは捕まってしまうんです。そしてもうイエスについて語ってはいけない、あの人の名を語っちゃいけないって、もう厳しく厳しく命じられたんです。でもペテロとヨハネは神に、人に従うより神に従うべきだと言った。それで教会どうしたか。教会は祈っていたんです。なんて祈ってました。どうぞ今大変な目に遭ってるから守ってください。そうは祈ったんじゃないんですよね。一緒に使徒の4章の29一緒に読みましょう。せーの。主よ、今彼らのお腹をご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。アーメン、アーメン。そうで、この困難の中に、この状況の中にあっても御言葉を大胆に語ることができますようにって祈っていたんです。アーメン。キリストの証人として滅びゆく魂に対する情熱で心燃やされていたんです。だって神様の御心は誰も漏れることなく永遠の命を得ることです。アーメン。イエス様は教会を愛している。でも囲いの外の羊にもいつも心を向けています。アーメン。ですから御言葉大胆に語らせてほしい、語らせてくださいって祈りました。さあ、その後エルサレムに大きな迫害が起こって、兄弟姉妹たちはそれぞれ地方に散らされていった。でも彼らはただ逃げたんじゃないです。ただ散らされたんではないです。一緒に読みましょう。せーの。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。アーメン。そうです、福音を語りながらいろんな地域に出て行ったんです。だから福音はかえってもっと遠くに、もっと広く広まっていったんですよね。アーメン。そしてこの続きにはこうあります。5節読みましょう。せーの。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。アーメン。羊であるピリポはサマリアに行きました。でも皆さんよくご存知の通りです。当時ユダヤ人とサマリア人は敵対関係の中にありましたよね。特にユダヤ人はサマリア人のことをものすごい軽蔑していましたからね。もう絶対サマリア行きたくないんですよ。たとえ近道、便利な道であったとしても、もう遠回りしてでも、もうサマリアにはもう寄りたくもない、近寄りたくもない、そんな状況下の中にあった。だけどもこのピリポはサマリアに行ったんです。そうです、聖霊様によって隔ての壁を打ち破ります。
アメン。隔ての壁は打ち破られて、一切の偏見打ち破られます。一切の敵対心皆によって打ち破られていきます。アメン。聖霊によって一人一人の心が旧霊に対する情熱、失われた人に対する情熱で燃え上がっていた。だからサマリアに行けって言われるんだったのならば、喜んでサマリアに行った。福音の述べ伝えた。多くの人がイエス様を信じてサマリアにリバイバル、素晴らしい神の御業が起こったんですね。アメン。そうです。聖霊10万。アメン。聖霊10万。でも私たちは聖霊10万でストップじゃありません。聖霊様は私たちを通し流れ出ます。聖霊流出です。アメン。それだけじゃありません。聖霊爆発です。アメン。アメン。今日はですね、ペンテコステ愛の炎というタイトルを持って皆さんと一緒に御言葉を分かち合っていきました。最後ローマ人への手紙5章の5節一緒に読みましょうか。せーの。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。アメン。私たちは今日御霊を熱心に求めていきたいと思います。ますます私たちが主を愛していくことができますように。アメン。そして私たちが自分という存在に心から感謝して私たち自身を愛していくことができますように。アメン。自分を責めること、罪責感から解放されましょう。たとえ私たちが過去に何か失敗をしたとしても、悔い改め主の道に歩んでいるのならば、主は全てのことを働かせて益としてくださいます。益としてくださる。だから自分自身を愛していきましょう。そして3つ目、私たちは教会を愛していきましょう。キリストの体でいる教会を愛して仕えて立て上げていきたいんです。そして4つ目、失われた人への愛、滅びゆく魂に対する熱情がもっともっと私たちのうちに降り注がれていきますように。私たちは今日聖霊様を求めていきたいと思います。イエス様を信じておられる全ての人のうちにもう聖霊様は住んでおられます。でも聖霊のバプテスマというのは、さらに私たちが聖霊10万、聖霊にもう満たされていくこと。でもただ満たされるだけではなくて、聖霊様があふれ流れ出ていくこと、これが聖霊のバプテスマ。そして異言とは、この聖霊様を受けたっていう最初の印なんです。最初の印。ただ注意しなくちゃいけないのは、ここでストップではないんです。ここでストップじゃないです。洗礼と一緒、水のバプテスマも洗礼式受けただから終わりじゃないですよね。それがスタートです。御霊のバプテスマもそうです。私たちは異言が与えられてそれでおしまいじゃない。異言で私たちは祈って祈って祈っていく中に、さらに霊的な深みにこぎ出していきます。さらに霊の間が開かれて、主とのインティマシー、その一対一の深い深い交わりが設けられて、私たちは主の御声を聞き分けていくようになります。そうです。見る目聞く耳、主が与えたもの、主はその飼い主の声を聞き分けることができる。霊的な深みの中で私たちはより主の導き、また主の促し、主の御声を聞き分けていく。そして私たち自身もこの御霊の中で主の栄光を表すものへと作り変えられ、整えられていく。力が与えられていく。私たちを通し素晴らしい主の栄光が表されていくんです。人たちを通しても、また羊たちを通しても、また兄弟姉妹を通してたちも、それぞれを通して主の栄光が表されたように、今愛する主は一人一人をご覧になって、あなたに目的がある、あなたに計画がある、あなたに使命がある、あなたはただ私だけを見上げて従ってきなさい。そして聖霊を受けよ、聖霊に満ちよ。私たちを聖霊で満たしてくださるんです。愛する兄弟姉妹、ペンテコステのこの日、さらに私たち聖霊10万、聖霊流出、聖霊爆発求めていきたいと思いませんか。素晴らしいことなされるように、どうぞ立ち上がってください。まず最初に注ぎたまえ主よ。
賛美を持って主の御前に私たちの心を開いていきたいと思います。